五文系四文の要素練習会ですまずは問題解く前におさらいですこちらバンはい。主語目的語保護修飾語 SOCM ですね、V 述語になる動詞もあるんですけれどもあえて除いています主語はほにゃららがほにゃららはです文の先頭に置く名詞のことを言います目的語はほにゃららをほにゃららにということでね、一般動詞の後ろに置かれる名詞のことです 保護はねほにゃららだであるということで B 動詞の後に置かれる名詞や形容詞、まあ、形容詞がメインだと考えてくれていいでしょうそして就職後は、ね、形容詞や副詞名詞にくっつく場合は形容詞名詞以外にくっつく場合は副詞ですけれども意味を付け加えます場所とかね時の副詞なんかは目立つところに置きますがそれ以外はね名詞とかにくっついて一体化しちゃうことが多いです。 今回はね就職後の塊だったりっていうことである程度ね意味の塊で捉える練習をしていきますそれでは早速スタートですはい練習問題です問題はこちらバン各文の指示に従って当てはまる句に下線を引きなさい3つ用意しました1「We cleaned our classroom2」「To play football is a lot of fun」 If it rains will tomorrow, the game will be canceled. be この3つねはいそうするとまず1番私たちは教室を掃除したきれいにしたということですがで「We」が主語ですで「Cleaned」が動詞ね、うん、で「ourClassroom」はいこれが目的語になりますいいね まあ細かく言えばクラスルームが名詞でその前に漢詩のあわがついているんですがまあこれで意味の塊として捉えますだから文の要素を取ってねっていうときはあわクラスルームで目的語ってなりますはいねまずはね五、えー、レベルの話で塊で次が To play football is a lot of fun サッカーをすることはとても楽しいです はいそうすると今回フットボール、うんをしいサッカーをすることって考えてはい「これ全体で主語としますはいトゥ,トゥープレイフットボー」これ,不定と呼ばれる意味の塊です中学校時代もやったことあるから知ってると思うんだけれどもね、えー、不定詞のところを見た人はもうバッチリだしこれから不定詞のところを見る人はねしっかりと不定詞の分野で学んでほしいんですが。 これは主語の位置に使われる不定詞の名詞適用法と呼ばれるものです。ね、でこのサッカーをすることはいずがぶいあららファンはいこれ、ねえー、保護になってます厳密に言うと「ファン」という名詞に「あらら」という修飾語がくっついているんだけれども文の要素を取ってねっていう場合には「 名詞と就職語をまとめて名詞の働きだけ考えます細かく見ると細かくなりすぎちゃうからねでこの「ファン」は名詞なのでねベリーファンなんて言い方しないの「アロット・オブ・ファン」でとっても楽しいってなりますはいそして3番ねっホニャララ「カンマ」「The Game Will Be Cancelled」っていうことでねとりあえず指定されているのは M 就職語の塊だけどこれが、S「SWill Be Cancelled」 これ全体で v となりますよね。じゃあ今回塊で考えるので、そう。ここの部分ま風邪ひきなさいって言ってるけど、くくっちゃうね。if it rains tomorrow。はい、これ全体で m 就職後ってなるわけです。はい、このね。条件を表すね。修飾語になってます。接続詞 if が条件だからね。これをね。 条件の副施設なんて言ったりもしますこれはね、えー、接続詞のところをすでにね、えー、VTR 見た人はわかるしこれから見る人はね、一つ言葉で覚えておいて条件を表す副施設と呼ばれるもので、これ全体が will be cancelled ちょっとキャンセルでは下の段に行っちゃってるけれども中止されるよっていうね、えー、動詞を修飾していますそうなのね副施設って言ったけど副詞の意味の塊はね えー、名詞以外のもの今回は「Will be キャンセル」で動詞のところにかかっているということです。はいというわけで目的語の塊「ourClassroom」主語の塊「ToPlayFootball」そして「If it r a i n s tomorrow」ね就職後の塊ということでちょっとずつ大きく広げて見てみました。はいポイントつかかむことできたかな はい入試レベルにチャレンジ問題はこちら次の英文を日本語に訳しなさいはいじゃあね訳せるんだけれどもちょっと塊をね先に考えちゃおうねはい集合。ね、動詞で to me ですけれども前置詞は後ろの名詞とくっついて意味の塊を作ります今回は就職後です私に言ったというね 就職後の塊です。じゃあ、せって、もともとはせいで。ほにゃららを言う。っていうことだよね。そうするという内容はほにゃららを。目的語になります。そうなの。はい、塊で取るんです。これ全体で、おう。となります。これは、接続詞ざっとが作る塊。 接続「That」は名詞節っていうね塊を作るんですがこれもね接続詞のところを見た人は分かるしこれから見る人はふむふむっていうことなんだけれどもねはい「That」ロヒーの中にヒー「He was hungry」ハングリーっていうね一つの文があるんだけどそれが「えい君たち固まってしまえ」ということで「That」トをかぶせるともともと文だったものがギューッと一つの塊に閉じ込められちゃうの。 そうすることでトムは私にざっと以下の塊を言ったってなるわけです。はいそうするとね主語動詞修飾語目的語を言った、はい。じゃあ組み立てができたので訳すと「トムは私にお腹が減った」と言った。ねお腹が減っている。 はいこうなりますねトムは私に自分自身がお腹が減っているのはちょっと変だからねトムは私ににお腹減っってるるよよとと言ったこのようになるわけですはいですから今回は目的語の「塊」が「ザッ d が作る「ザッ d 説だよっていうねポイントになってくるわけです。はいということでね文の要素 SMOC などが塊で捉えられるようになってきたかな。 はいはいというわけで今回は文の要素主語ほにゃららがほにゃららはで文の先頭に置かれる名詞目的語ほにゃららをほにゃららに一般動詞の後ろに置かれる名詞そして保護がねほにゃららだとかほにゃららである B 動詞の後に置かれる名詞や形容詞 そして、就職後はね。他のものに意味を付け、足す形容詞や副詞だといね。そんな話をしました。そこから塊でのお話、例えば不定詞の塊とかね。接続詞 if が作る塊、そして接続詞ザットが作る塊などね。塊でのお話へと展開しました。ですから、まずはね。こういうね。品詞を覚えた文の要素を覚えた。それを踏まえて。 ね、大難文系ってて考えていくんですですすから、ね、ここまでのところもし分からないことがあったら是非ねもう一度見直して品詞の話文の要素の話イメージをしっかり作ってから次へと進むようにしてくださいはい。ということで今回はここまで。